はい、どうもタクタクです。鬼遊び実況プレイやっていくぞ、というわけでね、今回は一回カナさんを無視して、職員室ってどこだろう。ここは違う。ここは？ここが職員室か。じゃあここ先に入ろう。カナさんを早く見つけないと。じゃあカナさん話した後の職員室に逃げ込めるっていうことかな。多分。これ話が長いな。ここで徐々に壊れ出して、みたいな。うふふ。どっから持ってきたの？行くぞ。よいと。来た。それで。おお。なるほど。閉じた。これでなんとか危機は回避したな。で、お、光ってるね、なんか。図書室の鍵か。なんか職員室っていうぐらいだから、なんか全部の鍵がありそうだけどな。キーボックスかどっかにないのかな、そういう。高校なんかとか。重要事項、最近教室の鍵を生徒が勝手に持ち出すといった行為が多発していることを受けまして、今後は鍵を暗号が解けるものに限って取り出せるようにいたします。鍵の保管場所の隣に置かれているプリントが鍵を取り出す番号を示す暗号となっておりますので、職員会議で教えられた解放に従って解いてください。注意、解放についてメモを取る、あるいは答えそのものを書き留めるといった行為を固く禁じます。安全な学校生活のため何卒ご理解をお願いします。先生たちも地味に面倒なことに精を出してるな。あ、これ読んだって。はい、長いな。お、プリントアウトされた文章が数枚ホチキスで閉じられている。職員室の暗号文を手に入れた。じゃあちょっとその暗号文とやらを見てみるか。1ページ目。それは大方私が聖書を焼いた罰なのでしょう。夜になると星の光や、何の音かがねえの音や、あ、狼かな、音や虫の声や風に外れや木の実の落ちる音が一つ一つに、聖書の言葉をささやきながら私たち二人を取り巻いて一歩一歩と近づいてくるように思われるのでした。そうして身動き一つできず、なんていうのかな、むこともできないままに離れ離れになってもだえている私たち二人の心を教師に来るかのように物恐ろしいのでした。長えよ。こうして長い、各自読んでみようね。ここも読んでおいてください。これがまさか暗号なんて言わないだろうか。お、ダイヤル式のロックがされている。来たー。これの解き方みたいのが多分あるんだろうな。1ページ目は1。
一つ一つとか一歩とか一が多く見えるな。でも中には二つとか二人とか数字があるな。二ページ目は四方八方四と八。ここは二人ぐらいかな。1248。まさか開かないよな。うん、開かない。とりあえず図書室に行こう。図書室に行ってみてから考えよう。うん、解き方みたいなのがあるみたいなことが書いてあった気がする。お、怪しい本がいきなり、本が置いてある。夢の旧作の、瓶詰め地獄という題名の小説らしい。開かれていたページの文章が職員室で見つけたプリントの文章と一致している。プリントの順序は原文とは違うみたいだ。プリントの順序を原文通りに直した。おう、あ、3ページからなのね。これなんか意味あるの？あ、単純にまさか3124とか、まさかね。そんな単純なことじゃないよね。図書委員会からのお知らせなどが貼られている。そういえばケンスケも図書委員だったっけ。なんか意外と、なんかキャラクターには似合わない委員やってんだ。展示についての特集が貼られて、おーいちょっと待って、展示特集。数字は点字で以下のように表されるが、これは金文字などと重複しているため、数符を前に置く。数符の後には、数字を4桁まで、一続きで書くことができる。うん、数符っていうのがこの L みたいな。うんうん、これで 1,2,3,4 と0まで続いてるわけだな。まさか、ちょっとこれが点字に当てはまるみたいな、全くそうは思えない。一通り調べよう。なんもなさそう。ということは、おそらくこの、展示とこの小説の並び順が何か暗号と関係してるんだろうな。わかんないけどね。3124。まあとりあえずちょっとこれからやってみようか。3124。絶対合ってないと思う。3124。入ったなんだこんな単純だったんか。でも、ということは、展示は展示で何か暗号があるのかな。教室の鍵を手に入れた。家庭、おお、一気に手に入るな。おお、おーい、ちょっと待てよ。いやー、どうしよう、どうしよう。図書室、図書室行こう。はちけー、ちけー、ちけー、ちけー。やばい。
の教室に行きます。はい。というわけでまたご覧ください。ではまた。